コンビニやつで栄養のカスタマイズが許可された場所ですよ。意思さえあれば体は作れますよ。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。バズーカ岡田の最強食材シリーズ、今日はですね、コンビニで目にすることが多くなってきた冷製の麺の商品について、その選び方についてお話したいと思います。だいぶね、商品のラインナップが増えてきましたよね。私も麺類大好きなので、よく使わせてもらってます。麺は体作りに悪いんじゃないのかというふうに考える方がいらっしゃるかと思います。しかしながら、これまでも私の動画で話してきた通り、しっかり選んでですね、しっかりトッピングして弱点を補えば、麺も十分に体作りに生かすことができますので、今日はコンビニの麺類、この選び方の基本コンセプトについてお話したいと思います。たくさん並んでいるので、どれ選んでいいか分かんないという方もいらっしゃいますよね。そういった悩みを払拭できればというふうに思います。私の、女子棒メソッド、これはね、2014年だったかなぐらいに出版した本なんですけども、いまだにですね、ご好評いただいておりまして、増刷がかかっています。ぜひ買ってください。今電子書籍版も、用意してますので、もういつでも見れるようにする、ということで、女子棒、このキーワードが刺さっているんだなというふうに感じてます。やはりどんなに内容をこだわって書いても、タイトルね、が良くないと、まず見てもらえないというふうに、いろんな本を出してきて感じてます。脂肪を取り除く、これは多くの人の体作りに必須なことです。生まれながらにして体脂肪が少ない、最強パターンの、人類最強パターンですね、もいます。羨ましいです。そういった方で筋肉がつきやすい、これはね、もうボディービルダーになるために生まれてきたようなものですよ。もともと絞れてるのに筋肉がもりもりついちゃうと、もう最高ですよね。まあ、ちなみに私は、まあ、筋肉もそこそこつきやすいんですけど、体脂肪もまあまあつきやすいんですよね。だから全然最強パターンじゃなくて、なんとか頑張ってボディービルやってるという感じなんですよ。四苦八苦しながら、体脂肪を取り除く、女子肪をしていった中で、皆さんと情報共有した方がいいなっていうのをまとめたのが、女子肪メソッドなわけですけども、チャンネル概要欄に、ね、URL 貼っておきますので、ぜひ飛んでみてください。その女子肪を叶えるために、必要なコンセプトとして私が考えているのが、低脂質の食事でまとめること。だから、麺類であっても低脂質であれば、私の女子肪メソッド的には OK なんですよ。まあ、というか女子肪メソッドは NG 食材という考え方がなくて、その方が女子肪スタートから、女子肪完了時までにちゃんと目的となるような、女子肪量に、達していればいいということなんです。期間があります。体脂肪の量があります。例えば体脂肪の量をここからここまで女子肪したいという方もいれば、いやいやいや、もっとですよと、もっと女子肪したいといった方もいますし、一方で、いや、そんなことない、ちょっとでいいよと、という方もいますよね。期間はどうだというと、いや、俺1年かけるよと、いやいや、俺は半年だと、いや、そんな無理だと、1ヶ月だと。というように、期間も女子肪をする幅もそれぞれですよね。なので、例えば1年かけてこの幅だと、もうこんなんでいいわけです。ですよね。1年かけてこの幅だと、ここですよね。じゃあ1年かけてここを一番よく絞りたいと考えたら、こうなるわけですね。ということで、この傾きが、その人に必要な努力量になるわけですけれども、実際の生活を見てるとこう変わっていくんですよね。うまくいかないときもありますよ。うまくいくときもある。という形で最後たどり着けばいいだけなんですよ。うまくいかないとき、もしかしたら妥協して、いわゆる世の中で言われているような NG 食材、すっごい脂っこいお菓子を食べるとかですね、ご飯を食べるといったことがあっても、結局戻ればいいわけでしょ。ということで NG はないんですよね。しかしながら守った方がいいルールとしては、タンパク質、脂質、炭水化物、このプロテイン、ファット、カーボハイドレート、この PFC、このバランスを考えた方がいいと。特に最も太りやすい栄養素の F は少ない方がいいわけです。で、日本人の食事を考えると、タンパク質が不足しやすいということが考えられるので、 P は上げ気味、 F はしっかり下げる、C は自由ですよ。よく筋トレするならいっぱい食べて燃やせばいいです。
あんまりしないならあんま食べなければいいというだけですよね。ここが基本になります。 F を下げて P を上げるというのは基本になるので、あの冷製の麺類の商品、その中に F がどれぐらい入っているのか、 P がどれぐらい入っているのかというのをチェックしましょう。 F を見るとですね、例えばですね、冷製のラーメンだと、つゆとかチャーシューに脂質が入っていること、多く入っていることがあるので、高脂肪になりやすいですね、といったことで選びにくいわけです。しかしながら、じゃあ例えばざるそばだとほぼ脂肪ないですよね。ほぼ脂肪ないですから、しっかりとここの F を低水準に保つということを達成できているわけです。ということで、麺類の食品の、情報を見ましょう。ラベルが貼ってます。そこで脂質の状態を見ましょう。脂質が 10g 未満、 F が 10g を下回っているんであれば、かなり優秀な、女子肪麺類ということができると思います。その次に P が 20g を超えていなければ、自分で P の食材をアドオンしてください。例えば、ギリシャヨーグルトを買うとか、サラダチキンを買うとか、卵を買うとか、卵にも、ね、脂質入ってるんで、プラスすると、ね、脂質の量が増えてしまうことになりますから、総合的な脂質の量が増えることになりますから、そこは注意ですけども、P が足りなくなる場合には P の食材を選ぶというふうに考えれば、結構選べる麺類があるんですよね。実は野菜たっぷりのタンメンとかも脂質が10前後といった商品もありますし、冷製のラーメンとか冷麺とか、そういった麺類もですね、かなり低脂質になってます。まあ、乗っかってるチャーシューに結構油があったりするので、それは誰かにあげるということでもいいと思います。そういったね、チャーシューを捨てるのはもったいないですよ。何食っても絞れてる人じゃないですか。その人にあげてください。何食っても絞れてる人っていうのは基本的に飢餓状態ですよ。栄養素を与えましょう。 F の少ない麺を選ぶっていうのが私のポイントです。で、ほとんどの麺類で P がかなり入っているっていうことは、ないですし、脂質が低い麺類というのは割と食べた後に満足感が得にくいということになりますから、その満足感を上げるためにも P が多く入っている食品を追加していくというような考えが、いいと思います。具体的にはサラダチキン、ギリシャヨーグルトと言いましたけども、あとちくわとですね、ささかま、ちくわ、そして今はね、豆腐のバーなんかもありますから、そういったものを選ぶ、冷ややっことかも出てきてますからね、季節的に、そういったものを選ぶことで、この麺類の P 不足を補うことができますので、コンビニやですね、栄養のカスタマイズが許可された場所ですよ。もうあなたの意思にかかってるんですよ。意思さえあれば体は作れますよ。コンビニは全国各地にありますから、体作りの強烈な味方ですよ。もちろんね、添加物がどうのっていう話ありますよ。じゃあ食べないんですかという話ですよ。そう、どこまでそれを強要するかはご自身の問題ですけども、栄養素だけを考えた場合には、コンビニのこの冷製の麺類を使うF と P のコントロールを考える、それで十分目的達成できます。で、 C はいいのかと、私は C はトレーニングのガソリンと思ってますので、食べたら使えばいいと。いや、でも今から使わないんだよねといった場合には、麺の質を考えましょう。色の濃いそばを選ぶと GIH が低い、炭水化物を摂取することになります。GIH が低いというのは、血糖値のこの上がりを緩やかにすると。 GIH が高いものはグッと上がります。グッと上がった部分っていうのは、余剰な部分が体脂肪として蓄積されやすいので、緩やかに血糖値が上がる低 GI のそば、を選ぶといいと。まあ、だから最強食材シリーズで私はそばって言ったんですよね。でも別にうどんだって、ラーメンの麺だって、冷麺の麺だって問題ないんですよ。食べて使えばいいですからね。別に使わないよって人の場合には、そば、を選んで低 GI の C、 何言ってるんだという話ですね。要はグリセミック指数が低い、血糖値が上がりにくい C、 炭水化物のそばを選びましょうと。でもそのそばに欠けが入ったら結局脂質が増えますからね。まず脂質が低いっていうのをファースト、で P が少なくてもいい、それを補えばいい。 C まで厳密に考えたい場合には GI 値を考える、そばを選べばまず間違いがないというふうに、私は麺類に対して考えてますし、実際によく選ぶときにそのルールに基づいて選んで食べてます。ということで、今回は、今コンビニに、多く並び始めた、冷製の麺の商品の選び方の基本コンセプトについてお話ししました。この夏、やっぱり冷たい麺っていうのは美味しく食べれますよね。食べないことの方がよっぽどマイナスですから、そういった食材をうまく選んで、この夏の栄養不足を切り抜けてほしいというふうに思います。それではこの動画のまとめです。バズーカ岡田の最強食材シリーズ。
コンビニの麺を賢く使えば最強の PFC バランスは作れる。コンビニの麺を食べて絞れ。以上。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。コンビニで目にすることが多くなってきた、冷製の麺の食べ方、冷製の麺の、食材なんだろう、冷製の麺の商品について